こんにちは、大塚家具の上野でございます。今日はですね、新宿ショールームのここ6階なんですけどね、ポルトーナフラウ、まあ、イタリアで非常に有名なブランドですよね、まあ、イタリアでというかですね、イタリア創業のですね、世界でも有名なこの、革張りメーカー、まあ、メゾンのブランドの一つですけどね、このポルトーナフラウのコーナーに来ております。1912年創業ですからね、もう100年以上なんですけど、まあ、イタリア王室の、御用達に選ばれましたですね、まあ、今に至っているというブランドになるんですが、その中でもですね、今日はですね、私がこう立っているのはですね、お、なんかおしゃれないですかというふうに思われると思うんですね。で、実はですね、ポルトーナフラウというのはですね、まあ、イタリア名門フェラーリ、マセラティ、まあ、こういうところのですね、レザーシートをですね、受け持っておるブランドでも非常に有名です。で、確かフェラーリはですね、2017年に創業70周年を迎えましたけど、70周年を記念してフェラーリデザインチームとですね、このポルトーナフラウが組んでですね、このコクピットという商品を世に出しましたという、このコクピットの前に私はいるわけです。ちょっと話が長くなっちゃいました。この商品の説明ですね、含めてですね、名物のシニアエキスパートを今日また私の相棒として呼びたいと思います。では高一和田お願いしますね。どうもどうもこんにちは。髪の毛が好きにします。よろしくお願いします。ということで今日はですね、はい、このフラウ by フェラーリ、このコクピットの前にいるんですけど、ちょっと教えてくださいよ。かっこいいじゃないですかこれ。まずこれ、これダンサー見ていただきたいんですけど。何を見るんですか。ダンサーをもうこの置いちゃって、あ、置いちゃって座れなくなっちゃって。いえ、そうです。でもこれちょっと上に鎮座しちゃってるわけ。お客様にもより高級感をやっぱり、そうだよねこれね。出すためだって、普通にこういった形で置いてるわけではなくて、ダンサーをつけて特別な感を。そうです。このコクピットというシリーズは、こういうふうにハイバックタイプと、プレジデントシリーズ、プレジデントシリーズと、はい、あ、なるほどね、エグゼクティブシリーズ、2つございます。はい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 、はい、でそもそも、プレジデントシリーズになりますと、背もたれが高い、座った時のホールド感がアップします。そういったら1つ。なるほど。エグゼクティブに関しましては、逆にハイバックじゃない分、小回りが利くと。なるほど。いった部分の違いが。ということが違います。でね、ちょっと見ると、はい、革はポルトーナフラウの革を、当然だから最高級のペレフラウを使ってますよ。はい。で、真ん中のこういうラインはもうレーシングカーからヒントを得て、まあ、デザインされてるし、まあ、先ほどの革を使ってますよ、はい、出ましたね、ここに。まずロゴが、ここに、はい、フェラーリのロゴが、はい、かっこいいですね、やっぱり違いますね、ね。で、ここからずっと上に行くと、いましたね、はい、ここに羽馬が、羽馬ですね、ね、はい、ということで、まあ、フェラーリモデルですよってことが分かるわけだ、はい、ちょっとじゃあこれ後ろの見てみましょう。これ、こちらがカーボンじゃないです。カーボン素材を使ってます。なるほどね。だから F1 の素材とかでしょ。そうですね。でも、もう車、まあ、いわゆる車好きの方はもう欲しくしょうがないだろう。そうだそうです。でしょ。下も見ていただきたい。下を見て。ここはボルトロナフラウのロゴです。あ、これボルトロナフラウ。で、これもうコラボ商品って分かるわけ。で、ここ見てます。またここに。あれ、これフェラーリとかじゃない。はい、ああ、なるほどなるほど。これね。フェラーリ。ああ、ここにも入ってんだ、はい。で、これかっこいいね。ありがとうございます。このね、これはもう車輪のスポークをイメージして作ってる、ね、なんかそういう感じする、はい、ということはね、まあ、フェラーリないしお車好き、それからあとは、まあ、何このインテリア好きの方が、はい、もう両方の方たちがもう欲しい商品ということになってるんだね、これね。で、もともとはそのフェラーリのオーナーさんにやっぱりお求めいただくことが非常に多かった。見てここ、この、まあ、私フェラーリに座ったこともないけど、はい、そのハンドルのそのステアリングのステッチ、はい、ああいうこうイメージになってるんですよ、これ。じゃあちょっとこれ座ってみてもいい？どうぞ。おお、こんな感じなのかね。最高です。最高。その状態で座り心地、ね、最高なんですよ。いやいや、あのね、通常のソファーみたいにこれなんかモールドブルダーが入ってるとかなんとかとかじゃなくて、はい、だからこうあの、なんていうの、すごい座り心地がいいとかじゃなくて、もうカチッ。そうですね。カチッとしてるの。これだけやっぱりフレームと革でこの座り心地を測ってるのって少ないと思うんですよ。うわ、これは欲しいっていう人いっぱいいるんじゃない、うん、よく座ってらっしゃる皆さん。いや、あんまり座れないですよね。ああ、そう、でもいいなねえ、ということでですね、これあの、しつこいようですけど、はい、ポルトローナフラウト、それから、はい、フェラーリが、フェラーリの70周年を記念して共同で開発して共同したで、コクピット、はい、今日はですね、ポルトローナフラウとこのフェラーリのコラボの商品をですね、はい、ご紹介させていただきました。非常に素晴らしい商品ですが、そんなに全店どこでも置いてあるわけじゃないんでね。そうですね。ということでですね、青山とそれからあの大阪
東京の青山と大阪にはですね、このポロトローナフラウのフラッグシップショップがございます。はい、それとあとはですね、各店、こちらの公式ページからですね、いろんな情報を入手していてですね、ぜひお近くのショールームの方にお立ち寄りいただければなというふうに思います。今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。皆さんどうも今日はありがとうございました。